1年の冬力じゃ柴田に追いつかねえ藤原が灯油撒いてよ。え、柴田の体に火つけたのか。それで燃焼か。その藤原ってのとさ、一緒に暴れてる ODA ってチームは、藤原のダチが持ってる族だと燃焼でつるんでたらしいわ。おい大将ホス、金玉狩りだよこら。おい山下、今の状況が分かってんのかよ。黒崎の藤原がスズラン狩り始めてんだよ。俺たちが潰し合ったらそれこそスズランの自滅だろ。知るかよあんなことは。俺はスズランのてっぺんしか見えてねえんだよ。チンカスの言い訳なんか聞きたがねえんだよクソ野郎。ったくなんだよクソとかチンカスとか汚ねえな。カズヤ天下ランク5位だかなんだか知んねえけどな、てめえの金玉引きすぎったろ。はぁ、うるせえ目覚まし時計だぜ。ダイナマイトを鎮火したかね。